冬の福岡の街を彩るクリスマスアドベントの今年の概要が発表されました。会場が増えるほか、イベントもパワーアップします。11年前に始まった福岡クリスマスマーケットから去年名前を変え、エリアイベントともに拡大したクリスマスアドベント。今年はさらに福岡市の百地浜にスケートリンクができる。ほか。 北九州市小倉北区の紫川浸水広場周辺が会場に加わりますイルミネーションで飾られた各会場でマグカップなどが販売されるのはもちろん新たな試みとしてクラシック音楽祭やクリスマスサーカスも開催されますまた、今日は2030年を目標に300店舗が出店する世界一のクリスマスマーケットを目指すことが発表されましたクリスマスアドベント2024は 来月1日の JR 博多駅前広場を皮切りに12月25日まで福岡市天神などを主な舞台に開催されます。